こんばんは、プリティです。最近ね、おばちゃん困ったことあんのよ。自転車でさ、仕事回ってるじゃない、いろんな現場を。すごく気になることがあるんだけど、道走ってるじゃない、ママチャリ乗ってるさ、主婦の人でも、あとおじちゃんでもおばちゃんでも、あと若いお兄ちゃんでもそうなんだけど、毎日乗ってるからさ、だから100キロ以上ぐる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 回ってるからさ、まあおばちゃん言ってしまえばもう超人でしょ超人だからね、大概の人よりもおばちゃんの方が断然早いのよ。だからあの、なんていうの、時計やとかそういうことじゃないのよ。おばちゃんそんな大変な人間じゃないから大丈夫。仕事さ、急がなきゃいけないからさ、前走ってるさ、自転車のさ、人がさ、ちょっと遅かったとするでしょ。だから普通に避けて走り抜けようとするとさ、例えば右に抜けようとするじゃん。そうすると前のさ、自転車を右に切って前に行かさせないようにする人多いのよ。え、どうしてどうして止めんのでしょうがないからさ、今度左側にハンドルを切って左側から抜こうとすると、今度左に幅寄せしてくれるんだよ。いや、普通のママチャリ乗ってるママさんとかさ、おじちゃんとかがよ、え、どうしてそういうことするのでも結局広いさ、道では抜かされちゃうじゃん。だっておばちゃん超人だもん。いや、他の人たちがみんな光の速さで走れるんだったらわかるわよ。でもおばちゃんみたいにピカッとさ、光ったみたいに、もうあっという間に駆け抜けられるんだったら、もう抜かされちゃうじゃない。そうするとね、なんか一生懸命こうやって抜かそうとするの。いや、追いつかない。いや、追いついてもいいけどさ。どうしてそんな進路妨害するの？いや、これ感じてる人実は多いのよ。信号待ちのところでさ、ちょっとこの間、黒猫大和のさ、山林のさ、おじちゃんと喋ってたんだけど、そのおじちゃんがね、走ってたのね。で、めちゃくちゃゆっくり走ってるおばちゃんがいたから、黒猫大和の山林のさ、人が、左にね、ちょっと切って、道が大きかったからね、大きいとか広くて。で、抜けてこうとしたら、左側にまた自転車火事切り出して通れないようにしてる人を見たのよ。で、信号待ちで一緒になった時、なんであんなことするんですかねって言ったら、いやー、いっぱい増えましたねって。で、おばちゃんの友達でさ、ロードバイク乗ってるやつも同じこと言うのよ。なんで邪魔すんだろうって。スレスレにね、かわしていくわけじゃないのよ。十分距離をとって、邪魔にならないようにね、ゆっくり、抜かしていくんだけども、そうすると、例えば左に切ったら、前のその、ゆっくり走ってる自転車も、左に切って通さないようにするのよ。これね、自転車乗ってる人で感じてる人多いと思う。あとね、全般的に言えるんだけど、抜かされるとさ、全力で抜かし返そうとしてる人はもう、まあ、気持ちは少しはわかんないよ。勘違いしゃーってことでしょ。でもね、ロードバイク乗ってる女性の人、大人な人多いのよ。どう見てもおっちゃんのさ、ママチャリ、しかもさ、ガコン、ガコンってなんか変な音立ててて、ちょっとボロボロなのを乗ってる人よりも、絶対ロードバイクのお姉ちゃんの方が早いじゃん。で、スーッと抜けていくでしょ。でも信号待ちの時にさ、もう前に出て、絶対お姉さんよりも先に出れるような位置づけするおじちゃんいて、もう信号変わったらもうカキカキカキって抜けていくおじちゃんいんだよね。そうすると、ロードバイクのお姉さんが、まあお先にどうぞって人多いのよ。で、僕のロードバイク乗ってるお兄さんで、いや、ママチャリに抜かされるなんてそんなの認められねえわって言って、もう一人抜かし返すでしょ、見てさ。いや、もう街はロードレースですよ。もう、みんな競い合ってるね。ロードレースのね、もう連続や。わちゃ思うんだけど、雨の日とかでもそういう光景見るからさ、ほんと転倒してて大怪我を負ったり、下手するとブレーキ効かないじゃん。雨の日なんか。人引いたらどうすんのかなって感じるときある。あとね、これ多いのよ。道路さ、車が違法駐車しててさ、でも、片道一車線しかなくて、あと車ももう、もうガンガン渋滞してるところ通れないじゃん。危ないし。だから歩道通るときあるんだけど、前からさ、車椅子のさ、おばちゃんがいたとするでしょ。で、おばちゃん端を寄せてさ、通してあげるんだけど、その待ってる間さ、隙間を縫ってママチャリとかさ、ぶっ飛んでいくじゃん。あれはちょっと、人としてどうなのよっていう人めちゃくちゃいんのよ。
あと、松葉杖ついてる人がいてさ、あ、先に落としたけど、鼻血がついてるでしょ。そうするとね、もうこれ決まってママチャリのね、まあ、若いママさんが、その間縫ってね、ぶっ飛んでいくのよ。いや、もう、信じられないんだけど。もうそういうことばっかしてるとね、中条清しかって言われる。いや、年金の中条。いや、もう。そんだったらおばちゃんも払いたくないわ。だってね、議員さんも払いたくないって言うんでしょ、うん、じゃあおばちゃんも払いたくないわ。もうね、プン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 しゃ。これじゃいけないなって思ってんのよ。今おばちゃんさ、どんなことでも怒らない生活してるって言ったじゃん。だからね、もうどんな、自転車乗ってても電車乗っててもずーっとね、我慢してますわ。前だったらさ、ちょっとイラッとしてたんだけど、電車乗ってる時に隣の人がなんか荷物カチャ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 延々とやってる人いたらさ、腕とかもガンガン当たるじゃない、おばちゃんのあのね、腕とか、まあ、あの脇とかに、ね、何やってんのよって思ってたけど、怒らせない生活してから逆にね、何やってんだろうと思ってね、興味湧いて見てることあんのよ。たまたまこの間若いお姉ちゃんがさ、横座っててカバンの中ずっとなんかカチャ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 ってんだよ。何やってんのと思ったら、カバンの中にね、お菓子とか、あと、あれ、温めるご飯のやつ。いっぱい入ってんのね。え、この子何家出してんのとか思って。で、ない、ないとかつって、何かを探してんの。結局何を探してるのかわかんないけど。いや、でもね、砂糖のご飯だっけ、温めるやつ。あれね、なんかカバンの中に6個って見た感じ、ざっとよ。6個とか7個ぐらい入ってんのよ。あと瓶のなんかおかずかなんか。だとお菓子、うまい棒とかね。あとなんかちょっとよくわかんない、なんか海外のお菓子っぽいのがいっぱい入ってて。あとね、サラリーマンの人もね、横座った時になんかカサカチカチカってやってたのよ。見てるとね、なんか探してる人多いのね。大切なものを入れてて、あ、そういえばあったっけっていう感じで探してんのかなと思って。あれな、どうしようっていう。それかあと、ゲームやってる人。それが分かってきた。分かってしまうとね、大丈夫って、ポッケ入ってないのとかって、ママの気持ちになっちゃう。お尻のポッケとか探してるけど、ちょっとお尻おかしい、なんか、触ったりしてんのね。上着の内ポケットとか見なくていいのとかって思っちゃう。で、ゲームやってる人も、まあ、中には、申し訳ないなって、今なんか揺れてるし、腕とか、体揺れて、でも今面白いのよっていう。男の子見てると、大人になんなきゃダメだぞって思っちゃう。いやでもね、中には関係あるかつってなんかもう自分の世界に没頭しちゃって、隣の人にガンガンぶつかってても平気でゲームやってる人見ると、まあ死ねばいいかなと思う。怒らないね、生活をしてたら。ほんとストレス抱えなくなっちゃったのよ。あとね、物事がよく見えるようになった。例えばさ、エスカレーター乗るでしょ？でもね、乗るときはゆっくり乗った方がいいってことに気づいた。なんでかっていうとさ、一段ずつみんなずれて乗るじゃない。必ず前の人よりもさ、目の前に一段空いてるでしょ？で、急いでさ、まあ、一段開けて乗ったときに、急に前の人がさ、一段下がるときあるじゃん。あれ困っちゃうからさ、なんで下がるのと。だから急いで乗って、前の人とくっつきすぎちゃったんでしょ。で、そこで止まっててくればいいんだけどさ、いきなり急に下がる女の子とかさ、女の子多いのよ結構、おばちゃんとか。で、荷物とか持ってるとさ、おばちゃんに当たって、おばちゃんも一段さ、ずれたいんだけどさ、大和乗りみたいにさ、チューブをぶちゅってさ、なんて、つまめばつまむほど出てくれるみたいな感じでさ、一人下がったら、おばちゃんも下がって、おばちゃんも下がったら、後ろの人が一段下がるって。そうすれば綺麗にさ、大和乗りみたいに、なんていうの、流れていくでしょ。でも、後ろの人絶対出てくる。だからさ、特に若い子とかさ、いきなり下がられるとくっついちゃうから、なぜかおばちゃんの方が申し訳なく感じちゃうからさ、いきなり下がられるのはダメよ。1月22日って、カレーの日なんでしょ？で、農林水産省がね、日本食と言われるカレーには実は日本の食料事情が隠れてるって動画をね、上げてるのよ。で、見てみたら、今なんで食べる人も多いじゃない？
でもナンってさ、原料が海外から取り寄せたもので作ってるものが多いから、例えばお米にした方が日本の農家さんが潤うっていう動画だったり、あと、まあ、自分でスーパー行ってさ、玉ねぎとかさ、あと、まあ、じゃがいもとか買って作れば、やっぱりそれは国内産のやつを選べば日本の、まあ、食料事情が潤うでしょ。農家さんとかもそうだし。でもレトルトだと中に海外から入ってきた、まあ、原料とかもそうだし、だから日本はあまり潤わないと。だから日本フードシフトをしようっていう動画紹介だったと思うんだけど、一番肝心なのはね、まあ、一つ一つ日本のものを選んで、まあ、食べたとしても、おばちゃんはもうそっちの方がいいと思うんだよ。でも、税金高いんじゃん。それをしたくてもできない人がいっぱいいると思う。スーパーでだって、人参、じゃがいも、あと玉ねぎ、あとお肉、これを全部取り揃えたとするでしょ。まあ、その日は国内産のカレーだから絶対美味しいと思う。うん、次の日から、惜しいんでしょ。大根蒸しで暮らさなきゃいけないってことになっちゃうわよ。でも、言いたいことはすごくわかるんだけど、税金高いわ。これも消費どうにかしてよ。本当に。いや、ほんと困る。卵入ってるカレーとかも好きなのよ、おばちゃん。ゆで卵。なんて、ザクザクにして切って。あれ可愛いでしょ。あれ乗せて食べるの好きだけどさ。卵も高いね。いやもう、どういうこと、国民様飢えてんのよ。とりあえず買い物とか食べ物くらいさ、ね、買いやすい税率にしてよ。ほんとに。高いのよ。電気代も水道代もガス代も。まあ、その日は国内産のカレーだから絶対美味しいと思う。次の日から、惜しいんでしょ？大根蒸しで暮らさなきゃいけないってことになっちゃうわよ。でも、言いたいことはすごくわかるんだけど、税金高いわ。これも消費どうにかしてよ。本当に。いや、ほんと困る。卵入ってるカレーとかも好きなのよ、おばちゃん。ゆで卵。なんて、ザクザクにして切って。あれ可愛いでしょ。あれ乗せて食べるの好きだけどさ。卵も高いね。いやもう、どういうこと、国民様飢えてんのよ。とりあえず買い物とか食べ物くらいさ、ね、買いやすい税率にしてよ。本当に。高いのよ。電気代も水道代もガス代も。レンジも使えないやん。おばちゃんこのまま税金上がって、もう食べ物とかもあまり食べれなくなっちゃったらずるいでしょ。したら、白米用意して、世界の車窓を見る。どっかの海外のさ、ね、電車の中の食堂とかで、あ、まあ美味しそうだわね、とかさ。そういう生活になっちゃう。もう、賃貸しか借りれないしさ。だからあれ見ちゃうわよ、もう、また。渡辺篤史の。建物探訪。あれなんで楽しいのかね。あれなんか見ちゃうよね。どうしてだろう。ほのぼのとした感じのさ。出てくる人ごめんなさい。ぶっちゃけ、息つかないじゃん。こんなにいい家住んどるんですわ。っていう紹介を、この、あ、毎回思うねんよ。渡辺篤史さんがね、緩和してくれてると思うねんよね。息つかないね。まあ、金持ちどものね。まあ、あれ、自慢したいんですよ。でも、渡辺篤史さんがね、緩和してくれてんだよ、大わかした雰囲気が。だって出てなかったらさ、なんだこいつらって。自慢系って。おばちゃんずっと思ってて、もう絶対そんな番組見ないの。でもなんかあれもちょっと見ちゃうわよね。世界の車窓もそうだけどさ、なんであんな見ちゃうあれと同じ感覚なの。前も言ったけど、新聞のさ、折り込み広告の、なんていうの、マンションとかのパンフレットとかさ、チラシあるじゃん。あれ見るとさ、あら、こうなんか素敵そうな、ま、前になんか瓦があるの？公園もあって。ベランダも広いし、なんかここに、なんか、リクライニングチェアかなんか置いて、ひな形ぼっこすればとか、そんな風に感じる感覚で見ちゃうんだよね。わかるかな、これ。
あ、どうせ買えないんだろうけど、まあ自分だったら、そのカーテンじゃない方がいいんじゃないかなとか、もちろん光が差すスケスケのカーテンとかの方がいいんじゃないかなって。いやもう完璧にババですよ。あ、でも建物探訪でさ、なんか夫婦で出てくるときあるじゃん。それで、うちの妻のこのアトリエ映画とかなんか、いや、何調子こいてんやと思うよね。ごめんなさいね。いや、まあ金持ってて、まあ家も建てて、いや、まあそんな何、近未来的な、金かけ取れますわなっていうところに、綺麗な奥さん出てくるでしょ。で、アトリエとかざけんじゃねえよと思っちゃうのよ。ごめんなさい。どんだけ自慢したいのよと思っちゃうのよね。ひがみね、これ。いけないと思う。そういうひがみはなくした方がいいと思うんだけども、まあ、すごく綺麗な奥さんが、なんか、妻の頃のアトリエ、なんか光が差してどんなとかっていうのをね、見ちゃうともう、腹渡が煮えくり返る。ごめんなさいね。ねえ、なんか奥さんとかもさ、なんか勝者みたいな顔して出てくる人いるじゃん。いや、調子こんどるわ。いや、もう勝ち組みたいな顔して出てこられると、ほんとね、腹渡が逃げくり返っちゃう。あれ、おばちゃん今日なんかもう、わけのわかんない話に方向進んじゃったもんね。いつもですか？もう、建物ね、多分奥さんが特に前面に出てるとき、メイクをバッチリしとりますやんっていう。おばちゃんそこから入るよ。控えめに出てくるんだけど、いや、メイクバッチリやんって。お前やる気やんって。いや、これが醍醐味かね。あと、キューピー3分クッキング、あれどうして見ちゃうの？おばちゃん、あれがね、一番入院だと思うのよ。始まるときにさ、てて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 てって言ってた、あの音楽が人を引きつける、引きつける。あの音楽はもう、ま、番組自体もさ、なんか素朴でなんか見ちゃうけど、始まりの冒頭の音楽何？キューピーホイホイじゃん。あの音楽ってもう狂気だと思うんだけどね。どうしてもあの、音楽流れた瞬間、みんな引きつけられちゃうでしょ。でもこうやってさ、考えると、長寿番組ってもう、みんな素朴よね。それをすごく感じた。私を物にしたいなら、もっと、つびびとくる、相談をよこしてみなさいよ。男なら、それぐらいできなくて、どうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。